はい、どうも皆さん、こんにちは。早ければ本日、もしくはですね、遅れたら明日にでもタウンホール16のアップデートやってくると思います。ガガちゃんのケスピリッキクのケースケです。ポーということで、スーパーセルはですね、クラクラのアップデートで、だいたい月曜か火曜に来るんですよ。で、あとね、建設ラッシュイベントとゴブリンのお手伝いのイベントね、終わりましたんで、まあ、早ければ今日、もしくはね、なんか、まあ、遅れる可能性も全然ありますんで、まあ、明日、明後日までには来ると思います。なので、この動画が出てくる頃に、ちょうどメンテナンス中だったら、ぜひとも、暇つぶし程度にでも、ぜひともね、最後まで見ていただけたら嬉しいなっていうふうに思います。で、今回は何をお送りするかと言いますと、はい、タウンホール16ですね。もうね、紹介しきりました。で、前回ですね、新レベルのユニット使ってみた動画とかで、実際に攻めるね、動画載せたんですけども、その時はまだね、超弾大砲とか、あとね、マルチアーチャータワーですね、使ってなかったし、あとはね、鍛冶屋ですね、ヒーローの新能力使って、しっかりと攻めていなかったんですよ。なので、今回はですね、タウンホール16、フルカンスト村に攻めてみた、こちらにね、こちらをお送りしていこうと思います。なので、今回動画ほぼ毎日投稿しておりますんで、まだチャンネル登録してないよーって方がいましたら、ぜひともチャンネル登録よろしくお願いいたします。で、あとね、こういう風に公式さんから開発ビルドをお借りしての先行プレイ動画とか、チャレンジを攻略を動画にしていきますんで、最新情報を一躍ゲットしたい方は、ぜひともチャンネル登録よろしくお願いいたします。ということで、早速、タウンホール16村に、カースト村に攻めてみた、お送りしていきましょう。レッツゴー！課金される際は、右下の歯車マークから詳細設定、クリエイターを支援で、クリエイターコード、ケイスケの入力をよろしくお願いいたします。はい、じゃあね、ルール説明していきましょう。まずね、タウンホール16のフルカンスト村に攻めていきます。壁自体はね、まだ全開放されていません。クラクラのアップデートの最高タウン本体はね、アップデートごとに徐々に壁がね、こう、新レベルが登場していくっていう感じなので、まだね、全部できていないんですけれども、もうね、防衛せず、今のところ上がりきってる村に対して攻めていきます。で、攻める配置はこちら、もうね、開発ビルドですでに用意されている、テンプルの配置にね、攻めていって、まあ、いろんな戦術で攻めていくというルールになりますんで、早速ね、ちょっとやってみましょう。そしたらですね、新レベル突撃艦スパーチャの、新レベルのドラゴンやってみましょう。まずはですね、バルーン出してから、はい、ボーデン新能力のレイジオーラからの突撃艦でやっていきます。これ絶対強いですよね。初手からレイジオーラでバルーン強くなってる。で、からの交換で突撃艦スパーチャで、スパスパと削っていきますよといった感じですね。で、やっていきます。あ、ちょ、トルネに引っかかってた。トルネ引きはしたかった。スケダ、オッケーオッケーオッケー。まあまあまあ削れてる。っていうのと、ウォーデン合流してくんねえかな。これワンチャンさ、レジ切れた後に、レジ切れ、じゃない、レジの呪文切れた後に、こう、ウォーデンがさ、合流してくれて、レジオーラで削るみたいなことできると思ったんですけど、ちょっとできなかったっすね。惜しかった。で、次、ババキンとかを、出してってあげて、いて削りの方ね、体育ごと削ってってあげますと。で、ババキンには、新ペットのスピリットフォックスと、で、あとはね、能力何つけてたっけ？なんか吸血ヒゲをつけました。攻撃すると回復するやつ。で、クイーンには、ここからね、ドラゴン出してくるんですけど、クイーンには、通常のクローク消える方と、あとね、ヒーラー生む方つけてみましたんで、ちょっとやっていきますね。さあ、ここからドラゴン進行して、で、キングがここ入ってったんで、さあ、スピリットフォックスで隠れて、で、相手の着処理していく。で、どうだこれ。ババキンがやっぱスピリットフォックス強いですね。消えたりとかしてくれて、ババキの延命繋がるし、吸血ヒゲのおかげで消えてる間に体力回復してくるんで、これ強いっすよ。さあ、で、これでやっていくと、あ、待って、体育爆弾めっちゃ出てきてるからさ。ドラゴンやれてっちゃった。さあ、どうしよう、どうしよう、どうしよう。どっか、ロイちゃんもね、どっか出そうか。何の新能力つかなかったロイヤルチャンピオン、どっかから、ちょっと投げ込んでいきたいんですけど、こっからね、適当にね、逆方向からね、出していきます、ロイちゃん。で、いけば、そう、どうでしょう。いけるかな。あ、でもまあ、いけそうですね。クイーンもまだ能力残ってるんで。いけそうですね。ただ、ここはね、マルチアーチャータワーがね、めちゃくちゃ硬いんですよ。これ。あ、待って、ロイちゃん能力ね、今解放しちゃったんですけど。ここはね、結構硬いんですよ。マルチアーチャータワー。さあ、まあ、回収用のユニットも出して、で、いけば、あ、オッケー、来ました。来ましたけど、まあ、結局、まあ、一応。トラップの位置とかね、まあ分かってたんで、まあ取れて当たり前でしょっていう感じなんですけど、まあ、こんな感じで新レベルのドラゴンとかね、新レベルスパーチャの強さ、あとヒーロー能力の楽しさとかね、伝わりましたかね。さあ、どんどんね、いろんな戦術やってみましょうか。
はい、次、昨日ジョーカーさんが動画で紹介してたね、天才ジャイアントアロー、ちょっとお見せします。こういう中で、はいはい、シュパーンってやっていくじゃないですか。で、ダメージを与えていってあげて、で、ちょっと待って、大工直しちゃってたんだけど、はいはい、こんな感じ。初手アチャクイのジャイアントアローをもっと打っちゃって、行って、で、ライトニングクエイクのワックス数ね、少ない呪文ワックスで透析機とかをこう使用しつつ折っていくっていうコンボやってみました。これめっちゃ面白くないですか。やばいっすね、このコンボ。これ戦術幅なんか生まれそうっすね、なんか。で、これ新ユニットのルートライダー使ってみました。どうなんでしょう、ルートライダースパーチャで今回ちょっとやってみたんですけど、まあ、こうやって進行してるんですか。やっぱ、マルチアーチャータワーとか、長短大砲とか、ラッシュ系に強い防衛数がめっちゃ出てるんで、なんかあんまり伸びなさそう。あ、あとね、そう、今回もレイジオーラ、使用してます。こんな感じで、もう呪文ホポを使っちゃうじゃないですか。サービス終了系の編成って序盤に。そうなった時も呪文がないんで、ウォーデンのトームオーラを、レイジにすることによって、こうユニットを伸ばしていくみたいな、こんなこともできてしまいます。ただ今回ちょっとね、いろいろ喋りながらね、いろいろやってたらね、なんか、死んじゃって、ちょっときついですね。あ、ちょっと無理でした。無理だったんですけど、こんなジャイアントアロー天才とか、使って、で、レイジオーラを使って、みたいなことが、できてしまいます。いや、ちょっとどうなるの、サービス終了編成、もうちょっと、いろいろ革命起きそうですよね。続いては新レベルが出ないね、スーパーボーラー編成やってみます。タイタンとスーパーボーラー新レベル出ないんで、ちょっとスーパーボーラーね、よくやられてる方にとってね、ちょっと残念なお知らせになるんですけど、それがどうなるか、やっていきましょうか。まあ、ただね、ちょっと遊んだ感想としては、ヒーロー装備次第、もう先日ね、編成とあと配置に刺されば、なんか全然ね、スーパーボーラーね、ちょっと先行プレイ期間中にちょっとね、遊んでみたんですけど、全然強かった記憶、強いっていうか、全然そんな問題ないかなというふうには思いましたね。さあ、ここからね、やっていきますよと。で、まあ、ウォデヒでへし折ってってのフレームシューターでサイドカットですね。ちなみに今回はね、ウォーデンはヒールトームを採用してます。で、バーバリアンキングは、通常のレイジの方とアースクエイクブーツ。で、まあ、ここはね、ウォデヒにレイジかけてたんですけど、今。で、アチャクイがね、インビジ、消える方と、ジャイアントアロー、採用いたしました。さあ、いきますよ、ここから。サイドカット大体終えたんで、ここからね、主力部隊の方ね、展開していきます。さあ、どうなることやら、ちょっとね、ヒーローの装備とか、ね、活躍してくれたら嬉しいですね。さあさあさあ。で、ここから、レイジとかね、ここからね、撃ってってあげて、加速の方ね、させていくわけですよ。で、さあ、ここが中心分布入っていってくださいよと言って、で、ウォーデンともね、ちょっと奥の方で、発動していきます。さあ、ここら辺のタイミングですね。で、発動していくと、さあ、無敵状態かつ、ヒーラーがまだ合流していないんで、その間にウォーデンのヒールトームで回復していく。で、ロイちゃんは下から出していくっていう感じ。はい、はいはいはい、こんな感じで。なんかちょっとヒーラーがさ、スーパーボーラーにスイッチしないで溶け切っちゃうってことあるじゃないですか。それを回避できます。ヒーローオーラは。いや、ヒールトーム。あ、ちょっと待って。オーラトーム混ざる。ちょっと待って。攻めながら喋るか混ざる。実況でいろいろ言い間違えてたら申し訳ございません。で、こっから、行くと、やっていくと、オッケーオッケー、いいっすね。で、ババキンにアスクイクのブーツ、つけたんで、こう、中盤以降の壁開けとかにも役立ってくれてるんで、なんかドガンとね、今、ちょっと待って。はいはい、下の方ね、割れてるわけですよ。こういう使い方ができます。あ、はい。いや、楽しい。で、ちょっと待って、リプレイ見てみよう。ちょっと待って、アチャクイもう能力発動してるんですけど、さ、ジャイアントアローとかどうなってたんだ？ちょっとよく見えてなかった。ジャイアントアローどうなってた？もう今回ちょっと、うまいこと、なんかハマって前回取れました。これもね、ヒールトームと、とかのおかげですね。ちょっとリプレイ見直してみましょうか。はい、リプレイ見直してみましょう。ちょっとね、アチャクイのジャイアントアローが、なんかどんぐらい仕事したかなんてのちょっと見てみたい。これ、多分ね、世間的にはクロークの消える方とヒーラー人形結構評価されてと思うんですけど、ジャイアントアローもなかなか強いなって思ってて、さっきのサービス終了系編成と、みたい、組み合わせたり、転生で組み合わせたりとかね、できるし、
あと、こういった感じで中に入っていって、最後のパーセンテージ稼ぎにも使える。この映画ね、俺結構強いと思うんですよね。で、あとワンチャンの一押し狙える。なんか、そのジャイアントアローで、なんか強い説ワンチャンぶっ壊してくれるみたいなことってなる。あ、来ました。はいはいはい。ヒールオーラですね。ヒールトームだ。ヒールトームです。やっていきます。で、これで、中入ってって、ロイちゃん今出しましたね。出したよねと。あれ、あちくいのジャイアントアローどこで使ってんだこれ。まだ使ってないよね。あれ、これいつ使ってんだ。あれ、使ってないとかある？そんなことないよね。ヒーラー人形とかにしたとかないよね。どこだよ、待って。ちょっと待って。あー、待って。撃ったけど、なんかそんな仕事してなかったよね、多分。いや、でも、なんかこういう感じ、なんかスーパーボーラーと相性いいと思うんですよ。なんかスーパーボーラーのバンドで、奥の施設にダメージ与えてって、で、なんか強い施設にダメージが入ってて、で、最後、アチャクイのジャイアントクローで壊しきれるとか、あと、ロイちゃんのホーミングシールドで一発で壊せないやつが一発で壊れるみたいなこともできると思うんですよ。さあ、ラストに、みんな大好き、ライドラッシュ、やってみましょう。ライドラもね、新レベルが出て、ね、いかつくなりましたもんね。なので、ちょっとやってみます。はい、もう、同じ配置に対してですね、エアスイがもう、タウンホールの方に向いちゃってるんで、逆側から行けちゃうよねって感じです。これは俺が、ね、ライドラが刺さるように作ったわけじゃないですからね。ね、開発ビルド内ですでに用意されている、テンプレの配置を、はい、使ってますよね。やっていきましょう。まあ、テンプレの配置なんで、そんな強くね、ないんで、参考にならないかなとは思うんすけど、どんな感じかなーってぐらいな感じで、はい、ご覧ください。さあ、行きます。レイジとかで、これからね、撃っていくわけですよ。で、さあ、いい感じでチェーンとか入っていってくれて、行って、クイーンがなんかもう死にかけてるし、あと、レイジとフリーズとこに撃とう。待って、レイジとフリーズとこで撃とう。悩む。なんか、いい感じ、ライドラック分散しちゃってるから、ちょっと、どうしよっか。ここ、まあ、いろいろ撃っとくか。ちょっと、てんやわんや何が撃っていきます。で、行くと、あ、今回用意された配置、あれ、ヒーロー対策、ヒーローペットが強いんで、対地クロスにしてたんですけど、これ逆にもうめちゃくちゃライドラック分散さってる。悩みますよね。マルチアーチャータワーとかも、はい、フリーズを落として固めていく。で、あとフリーズをもう敵のアチャクイと防衛室に連打していけば、はい、伸びますよね、と。そう、悩みますよね。ほんとね、ヒーローペットからのヒーローの装備、新能力が強いんで、ますますヒーローゲー加速すると思うんで、クロスボウはもうほぼ対地クロスがもうね、今でさえさ、増えてんのに、もうそっちがもうメイン。もう対地クロス当たり前な時代になりますね。まあもう当たり前の時代になってんすけど。だから、そうするとこういう風な、なんか、ドラゴン系のラッシュ系編成刺さるよね、みたいな感じになりますよね。はい、なので、はい、ライドでも一応前回撮ることができました。いやー、楽しみなタウンホール16、どんな環境になるか、ほんと読めないっす。15環境、マジであれ読めなかったですからね。課金される際は、右下の歯車マークから詳細設定、クリエイターを支援で、クリエイターコード、ケイスケの入力をよろしくお願いいたします。そんな感じで、今回はタウンホール16フルカンスト村攻めてみたっていう動画をお送りしていきました。この動画が載ってくるにはもうメンテナンスやってきてるかもしれないんで、暇つぶしにでも見ていただけたら嬉しいなっていうふうに思ってね、撮影いたしました。で、まあ、早ければ、まあ多分今日中で遅くなる可能性も全然あります。遅くともまあ明日か明後日にはね、やってくると思いますんでね、ぜひぜひこれからも動画出していきますんで、ぜひともまだチャンネル登録してない方は、チャンネル登録よろしくお願いいたします。はい。ということで、高評価動画ほぼ毎日投稿しておりますんで、まあ、チャンネル登録してないよって方がいましたら、ぜひともチャンネル登録よろしくお願いいたします。で、この動画面白かったためになったなって、またグッドボタンやコメント、友人やクラミエニシアの方よろしくお願いいたします。はい。ということで、それでは次の動画でお会いしましょう。バイバイ。